巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれない。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。総統、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ？殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお、彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？
上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。そうか、確かにそうかもな。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。ごめん、手当てまでしてもらっちゃって。ありがとうクリスタ、助かったよ。ううん、気にしないで。二人ともこれからはちゃんと気をつけてね。女神様、眩しい。あれ、あなたはどうしたの？さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。すげえと思うよ。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。偉くなんかないよ。友達を助けるのなんて当然のことだから。でも今の私には大したことなんてできないし、もっと専門的な処置が学べればいいんだけど。なら駐屯兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。駐屯兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。うん、いろいろ覚えてこられると思うし期待しててね。なあ、お前も行ってきたらどうだ。クリスタを見習ってさ。本当？じゃあ一緒に頑張ろうね。あ、いけない、私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。
事に全ての先どうなるんだ。やるね。さあ行くよ。トロスト区復興作業の一助とすべく、我々調査兵団は壁外付近に残存する巨人の掃討を担当することになった。速やかに任務を完了し、我々は次の壁外調査の準備に取り掛からねばならない。皆頼んだぞ。ねえエルヴィン、この新兵の子を参加させてもいいかな。小規模な任務とはいえ、巨人との戦闘は不可避だぞ。班長、それでも参加させたいのか。今回の任務は経験を積ませるのにちょうどいいと思うんだ。私がしっかり見てるからさ。私から強制はしないが、君はどうしたい。そうか、では君にも参加してもらおう。今回の経験が君の成長の糧となるなら私も嬉しい。ハンジ、そいつはお前が連れてきたんだ。お前がきっちり面倒を見るんだろうな。それはもちろんだよ。君も遠慮しないで、困った時はいつでも私を呼んでよね。そんなこと言って、巨人が現れたら新兵のことなんてほったらかしになるんじゃないですか。オルオ、何か言ったかい。いえ、何も。新兵については全員でサポートしてくれ。以上だ。今日は参加ありがとう。初めてで緊張するだろうけど、私たちがサポートするからね。それにあの子たちの可愛さを前にすれば、緊張なんて一発でほぐれるに違いないよ。次だ。あ、まずは壁のそばにいる子たちを片付けてしまおうか。しっかり頼むぜ。どこしよう。あっちに強い巨人がいるのかな。やるよ。あそこで戦ってるのはモブリットだな。おーい、拠点の設営は終わりそうかい。分隊長、手伝ってください。新しい拠点の効果を検証するはずが、巨人が邪魔で。そういえば君、馬の扱いは得意？知ってると思うけど、壁外調査は基本的に馬に乗って行うんだ。立体軌道と違ってガス切れの心配もないし、長い距離を巨人より早く移動できるからね。終わりだな。よし、討伐完了だ。すみません、これで検証を進められます。君もありがとう。始末してやる。ハンジさん、頼みます。ちなみに今作った拠点は戦闘支援用に攻撃性能に特化したものだ。活用してくれ。あ、これより目標に向かう。片付けよう。次だ。
私たちにかかればこんなもんよ。あそこではナナバが戦っているね。やあナナバ、拠点の効果検証は進んでる？巨人が邪魔で拠点を作れないんだ。ハンジ、少し手を貸してもらえるかな。やっ、こんなもんだ。これで巨人の討伐は終わったね。助かったよ。これで検証に移れそうだ。君もありがとう。さっき作ったのは補給支援用の拠点なんだ。きっと役に立つからぜひ利用してくれ。巨人がいるね。こんにちは、遊びに来たよ。よしよし、無事に片付いたね。分隊長、巨人の群れが壁へと迫っています。やった、新しい子に会える。前線の方がいろんな巨人に会えて楽しいよ。行こう。私が待っているか気になるだろう。やった、はっ。巨人の群れが来たぞ。迎撃準備に移れ。ハンジ、なぜここに。お前の担当は壁付近だろ。もう片付いちゃったんだよ。貴重な機会だし、もっと巨人と触れ合わなくちゃ。頼みます。救援要請を確認。私が向かいます。拠点は頼んだ。始末してやる。よろしくな。はっ。そうまつ完了。相手になるよ。ハンジさん、任せます。次だ。ほう、新兵にしてはやるようだ。切ってあげるよ。ハンジさん、任せます。了解。行こう。
そこで巨人と戦っているのはゲルガだ。彼にも拠点を頼んでいたはずなんだけど。拠点を作りてえのに巨人が邪魔だな。あ、ハンジさん、手貸してくださいよ。やるよ。よし、付近の巨人は片付いたね。すいません、これなら検証も進みます。お前もありがとうな、助かったぜ。さっき作った拠点は資材確保に特化してるんだ。役立ててくれよ。片付けよう。ハンジさん、すごい。落とした。こんなもんかい。討伐完了。まだまだいけるぞ。お前は新兵のおもりだから安全な壁付近に配置したんだ。前線に来てどうする。せっかくの壁外任務なんだ。新兵にこそぜひ巨人たちと触れ合ってもらうべきだよ。危険にはさらすな。討伐完了。よし、巨人の攻勢はしのぎ切ったようだな。さらに縁談を確認しました。どうやら我々への増援要請のようです。そうか、ならば俺が行こう。よし、じゃあ私たちもミケについていこうか。ハンジ、ついてくるのは構わんが、新兵を死なせるような真似はするなよ。もちろんさ、私が責任を持ってこの子をサポートするから。次だ。相手になるよ。やーりばい、加勢しに来たよ。ちょめがね、なんでお前がここにいる。お父さん、いいだろ。こんなもの。リヴァイと戦ってる巨人、なんて面白い子なんだろう。おいミケ、なんであいつを連れてきた。しかも新兵まで巻き込みやがって。ハンジが勝手にやったことだ。おい新兵、その巨人バカに付き合って突っ込んでいくんじゃねえぞ。あらかた片付いたようだな。撤退するぞ。ニオナ、新手の巨人が来ているぞ。面倒だな、さっさと片付ける。わあ、ここで君みたいな巨人に会えるとは。ネリバイ、連れて帰っちゃダメ。ダメに決まってるだろう。始末してやる。ゲルガーさん、当たってます。分かった。に会えて楽しかったね。ぜひまた参加してよ。お互い無事で何よりだったな。先輩たちはやっぱりすげえな。
リヴァイ兵長だけじゃなくて他の先輩方も。なんだ、俺の噂話か。確かに俺は優秀だからな。まあお前らが俺の域に達するためにはあと100回くらい場数を踏む必要があるだろうな。それはいくら場数を踏んでも無理じゃない。生まれ持ったものってあると思うよ、ペトラ。この俺の底知れぬ実力を見抜けねえとはお前も存外見る目がねえな。みな、ご苦労だった。これでトロストクでの我々の任務は全て完了した。なお、トロストクの外門が封鎖されたため、次の壁外調査は東のカナネスクが出発地となる。それからエレン、君には特別作戦班に加わってもらう。特別作戦班ですか。通称リヴァイ班。リヴァイが先発した精鋭からなる班だよ。今後お前は常に俺の班の監視下で動いてもらう。ペトラ・ラル、オルオ・ボザド、エルド・ジン、グンタ・シュルツ。もしお前が巨人になって暴れ出したとしても、こいつらならお前を殺せるだろうからな。大丈夫だよエレン、君が自分の力を掌握さえできれば問題ないんだからさ。そのために私も精一杯協力するつもりだしね。